こんばんは、ガイモンです。ですね、ちょっとさっきサスケくんと一緒にガチャ引いてたんですけども、まだですね、光の新神、新エジプト神ハトホルと、あと鎧剣士が一色しか引けてないので、その残りを引く戦いをしていこうかなと思います。まだ石がね142個あるんで、せっかくなんで、まあ、少なくともハトホル引けるまでは頑張りたいなと思っている次第でございます。というわけで、サクサクと今回も行っていきましょう。ドン、 いきなりいい感じ。光メプトロンね、うん、こいつはよく 見かけます。もう僕らからするとね、あまりにも出るんで。お、あ、うん、なんか見たことないかなと思ったけど、割かしよく見るやつでした。さあさあさあ、チリーン、プラス、あざーす。今回ね、新感が非常に強いって言われてるんで、ぜひぜひ揃えておきたいところでした、僕は。はい、お姉さん、あれだな、今日僕5分しか寝てないんですよ。仕事で貫徹でして、眠いな、眠いせいだな、これ。なかなかどっこい、そんなサクサクいかないっすよね。でもね、ハトホルさん欲しいんすよ。なんたって見た目、あれ嫌いな人いるんでしょうか、男性で。いないでしょう。欲しいな。ただね、ハトホルが一番今使えるって言われてるように、に受けられるので、鎧剣士来た。鎧剣士クレーゼ。先ほどデルガドという鎧剣士ゲットしたんですけれども、2色目、闇の方出てきました。よし。さあさあ、どんどん行ってきましょう。ラー、惜しいね。非常に惜しい。新しいエジプトの光なんですよね、欲しいのは。あ、ちょっとなんかまぶたが重くなってきちゃったわ。ホルス。まあでもちょうどいい時間なんですよ。僕闇代わり引いたのもこんな時間だった気がします。はい、個人的にフレイヤー欲しかったんで、すごい嬉しいです。ありがとうございます。あとなんか個人的に欲しい系でいくと、フレイヤーと、あと究極覚醒進化が来た彼らもポロッと出てこないかなと思ってるんですけど、なかなかね、意外と出ないんですよね。光、何体目？今日別の動画で闇代わり引いてるんで、闇光両方引けました。ほっ、オッケーオッケー。一ドラちゃん、一ドラちゃんってなんか子犬みたいな見た目してる、かわいい。うん、そんなもんだ。行こう、どんどん行こう。まだ67個あるから。はいはい、欲しいね。押す押す。ほら、ゴーレム、なんかゴーレムさん確率下がったっていう噂はどこ行ったんだろうね。いまだにすごい見かけるな。アベース、お犬様、パズドラ最強神の一人。はい、これはもう完全にあれですよ、あれ。お、来た来たー、やったーやったー。というわけで、ハトホル来ました。ハトホルさん、見てこの見た目、マジかわいいっす。
で、しかも進化するとね、さらにちょっとセクシーになるっていうね。男殺し。やった！残り10回を残して、見事、今回の新神5種、コンプリートいたしました。あとは、僕が持ってないところでいくと、鎧剣士で3種類、まだ引けてないんですけども、まあ、ゆくゆくね、次回、ゴッドフェスじゃないや、もしかしたら、フェスゲーになるかもしれないと言われている、なんかベルダンディとか、なんかそういう3種類発表されてるんですけども、そのタイミングでまたガチャ引きますんで、今回は鎧剣士コンプできなくてもいいかなと思ってました。また、次回、ガチャ動画でお会いしましょう。バイバイ。